キュレーションイコールまとめ、番組独自の視点で沖縄に関わるさまざまなプロジェクトを紹介し、そのプロセスや携わる人々の思い、成長などにフォーカス。ネット自動検索にはない番組ならではの価値判断で沖縄の面白さをまとめていく番組、プロジェクトキュレーション098TV。Yes! Now you're tuning into 098TV! Alright! 今日はアメリカの感じでいきますよ。はい、はい、ついていきますから、しっかり。お、はい、You better, you better! 頼もしい English only! English only! めちゃめちゃ OK、ちょっと落ち着いてください、落ち着いて OK、落ち着いて。まず、ゲスト紹介からさせてください、はい、今日のゲストは、ケン・アンド・マスミさんです。イエーイ、Thank you for having us!よろしくお願いします。すごい、なんか濃いね、濃い。 098TV、 お二人はもう本当に昔からすごい番組をされていたんですけど、その時のその番組のタイトルコールをお願いしてもいいですか。いいですか。はい、はい、コモタレブ皆さん、You're listening to Ken and Masumi's Pop and Roll Station here on 87.3 FM 沖縄。やっぱケンさん、声だけにして一人おいでよ。ちょっとバナナで書くとか。まあそんな暴走気味のお二人を、はい、お迎えしてのテーマはズバリラジオです。あ、もちろんね。でもラジオでよかったね、顔になって。本当ね。それマスミのせいだったの。でもこれテレビですよ。これはテレビ。もうバレちゃった。ちょっとこれ入れてくださいね。みんながっかりしてるんですよ。あら、こんな顔してたんだみたいな。でもこのお二人ね、ちょっと落ち着いてくださいマスミさん。あ、ごめんなさい。出た。その番組はポップンロールステーション。ポップンロールステーション。はい。の番組は何年からやってるんですか。ミーたちは1986年、はい、うん、私が生まれた年です。わー、ミーがまだ8歳だったかな。計算ミスじゃないか。あの時代は僕ら有名だったのはさ、ポップンロールステーションでしょ、はい、次ね、シャープと共にってやったんだよ、高田茂さんの。で、あと加えて言うと、あと7個のドリームコールっていうのが僕好きで、へー、最初の彼女の告白を僕は7個のドリームコールにおはがき送って、でそれで読み上げてもらったんで、まあ時効だから今言える話ですけど、はい、それぐらいね、ラジオっていうのと、もうラジオの時の話題が翌日学校で語られてたから。ああ、そうだね。なんかほら、あの時代ってポエムとか結構好きだったじゃないですか、みんな。男も女も、そう、ロマンチックだね。ロマンチストなんですよ。詩を書いたんですか。そう、詩を書いて告白したんですか。当時趣味はポエムって言ってた。, 笑ってるし。まあそんな二人なんですけど、今はラジオ聞きますか。ラジオ、あのね、まあ、車にラジオがないので。どんな車乗ってるんですか。1967年の車、うん、ね、たまに押してますけどね。58号線で。あ、マスミ。なんか昔のラジオみたいな感じになってきて、めっちゃ嬉しいんですけど、そんなお二人をお迎えして、今日は、はい、イエーイ、ラジオについて深くディープに掘り下げていくので、あんまり深く考えてない。そこまでいけるかな。ここ沖縄はラジオ王国。日頃ラジオを聞く人の割合が全国1位になるなど、全国的に見てもラジオ文化が深く根付いた地といえる。今回はそんな沖縄ラジオの魅力をより知るべく、2つの人気ラジオ番組にお邪魔した。まずは20代から40代のリスナーから絶大な支持を受けるお昼の人気番組、ティーサージパラダイス。そんな人気番組のパーソナリティを務めるのが、沖縄で知らない人はいないヒープー氏。本番30分前、間もなく本番なのに到着はいつもギリギリ。江口さんじゃないですか。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。なぜいつもギリギリに到着するのか。生放送なんで。本番に差し上げ
打ち合わせることがないわけ。リスナーさんからメール見ないとわからんから準備のしようがないっていうかね、うんうん、やっぱでも行く前に新聞は読んで、いつもこっち新聞読んでんだけど、なんかこれね、こうやって見るといろいろチェックしてるように見えるけどさ、俺いつも占いしか見ないわけマジで。あ、今日仕事二重丸だなって、その確認、その確認特に準備はせず自然体で生放送に挑むのがヒープー流。皆さんこんにちは。今日も順調に始まりましたティーサージーパラダイス。はい、番組名物でもあるタイトルコールで生放送スタート。リスナーからのメールに親しみやすい語り口で答えていく。だからおっさん2人と青山ブイマさんと3人で泊まりに行って、しかも同じ部屋で寝てたってこと。なんかの撮影か何の撮影か今日098TV っていうテレビのね取材の方がいらっしゃってるんですよね。どうもディレクター2人いて、あと1人の方がもう熊田正史感がすごいんですよね。俺本物が来たからって最初思ったんですけど、どこ行ったのかね今。この日お邪魔したスタッフのことも急遽話題に。さすがの対応力。約11年間パーソナリティを続けているヒープー氏にラジオの魅力を聞いてみた。聞いてる人との距離がとっても近いメディアだと思う。うん、僕とこの聞いてる人が喋ってる感じでやりたいなって思ってて、だから分かんないけど、もしかしたらラジオを聞いてる人はヒープーと俺が喋ってるっていうか、俺が書いたメールをヒープーが読んで、お前本当にこんなだなって言って相手に喋るようにしてるわけだから、もしかしたら聞いてくれてるリスナーさんは俺とユンタクしてるみたいな感覚になってくれてないかなっていうのはある。続いてやってきたのは FM 沖縄で放送中のレディオダブ。10代のリスナーから絶大な支持を受けるこの番組最大の特徴が、ベトルニアース、ベトルニアースさ、 それちゃんと言えるよし。じゃあ最初から言ってみよう。エリマキトカゲペロペロ舐めるさん、もういいよ。毎日オープニングで漫才を披露するパーソナリティのまーちゃん氏。実はまーちゃん氏が 098TV に出演した際、だから僕ラジオやってるんで、はい、来てくださいよちょっと。ぜひ。本当ですか、いいんですか。いや来てください本当に。 OK、 行きますよマジで来てください本当に行きますよ。この話の続きをじゃあ、 OK、 と言われたので番組に本当に来ちゃいました。ゲスト迎えてます、 A ウィッチさんです。イエーイ、A which coming to you straight from FM Okinawa 87.3 Radio Dab。 めっちゃかっこいい。ちょっとね、あのかっこよすぎる今日来たのはですね、まーちゃんがおいでよって、あ、まーちゃんが言ったの。俺のラジオにもおいでよって。ちょっと待って、A ウィッチさん、なんで間に受けたの一応ちょっとね、あの何何テレビ用に後でまーちゃんには真剣な話をね、いろいろ聞きたい。ちょっと待ってくださいよ。え、放送内の仕事させんの。そうそう、もちろんもちろんもちろん、それは、ね、はい、オッケーオッケー、何でもやるからね、まーちゃん。ほんと、何でもやるんです、はい、大人気番組レディオダブのパーソナリティを9年間務めるまーちゃん氏にラジオの魅力を聞いた。まあ僕もラジオをずっとね、学生の頃聞いてた、あの経験から言うと、はい、意外と自分が知ってる学校の情報とか、うんうん、ね、まあ友達の情報とかがこれラジオから流れたら、あれ俺たちのこと喋ってるみたいな。でなんか例えば僕学校のこととかもよく話すんですよ。俺たちこういう授業中こういうことがあったみたいなやったら、あ、俺たちも今そういうことやってるみたいな、とかあるとやっぱりすごい身近に感じるでしょ、うんうんうん、逆にそれはラジオ以外では実現できないかもしれないですね。そうだからすごいありがたい環境にいるんですよ。でやっぱりみんな友達とつながりたいからとかね、寂しいからっつって今 SNS 一生懸命ねやってるけど、俺やらなくてもスタジオに来ればみんなとこうつながれるんです。だからこれ特殊な環境だし、すごいありがたいと思って、これパーソナリティありながらなんかみんなのことを聞いてるリスナー気分なんですけどねそう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 、学校のこととかね、いいこと言ったね今ね。言った言った
こ、あ、ここだけ使ってください。ここだけ。VTR を見てみて、あの増美さんと健さんの時のラジオとは違うなとか、ここは一緒だなっていうところとかってありますか？まあ、一緒だったの。うちのもね、あのお礼状とかね、一緒かな。僕日本語書けないから増美さんが。ヒップさんとかマーチャーさんもすごいナチュラルじゃないですか、もうすごいね、とてもナチュラルだし、だからそれがやっぱりリスナーが、感じるんですね。感じると思います。だから作られたものじゃないんだよね、かっこつけてやっても、かっこつけてやるんだったらもう100人1000人1万人っているから、そのでもオリジナルだから、やっぱりミーたちは2人ともアメリカンスコーだったので、そのリスナーさんからメッセージいただいても、読めない漢字とかもやっぱりたくさんあったり、日本語もしょっちゅう間違えるし、だけどあのそこで英語と日本語だけ喋っても、沖縄でのレディオだから、うちな口使おうよって、普段ミーたちが喋ってる、あのアメリカンスクールに通ってるうちなハーフのみんなはイングリッシュ、ジャパニーズとうちな口チャンプルーなので、全部マンザーで、それがもうミーたちにとってはナチュラルだったので、うちなの場合も本当にナチュラルで、それをで出した方が自分の、まあ、パーソナリティというよりもやっぱりフィーリングが出るじゃないですか。でもその当時はもう本当にすごい人気だったんですよね。で、増美さんが何か欲しいって言うとそれが届いたりする。オーマイガー、全部食べ物でバナナパン、ビンゴ、お寿司食べたいって、夕方7時からだったので、お腹が空くし、あ、今日なんかお寿司食べたいなって言ったら、本当8時頃に届いてたお寿司が、バナナパイもあったじゃん。そう、バナナパイ食べたいって言ったら、本当に6カ所ぐらいから、違う沖縄のお店から、違うお店っていうか、あのリスナーが、リスナーから、たまたま勝ち合わずに全然違うところから6カ所から、バナナパイを、バナナパイ、ワンナイトに6個来たことがあって、全部食べた、マスミがだからこの通り。でも一番すごいのはやっぱり車でしたね。え、車？車なんか、マスミがそのあのね、このワーゲンビートルが好きっていうのを知ってて、で、ミのお友達に、あ、マスミ知ってるんでしょ、この車も廃車処分、廃棄処分するからどうしようかな、マスミが欲しいんだったらあげるよって言って、あ、いただきますって、車を見せてなんて本当にありがたいです。そんなレジェンドなあの番組をしてきたお二人にとって、はい、ラジオの魅力って何だと思いますか？当時はね、あの本当にさっきあの言ってましたけど、やっぱり近づけるっていうのが、あのリスナーと近づけるっていうのが、あの、I think that was the best part、ベストだったと思いました、顔は見えないけども、なんだろうな、キャッチボールができたので、できたやっぱりミーが、あの日本語とか間違うと必ずファックスとかで、あ、月曜日はマスミ33回間違ってた、日本語間違えたとか。そしたらペンネーム何々さん違うよ、マスミ45回だよって、どんどん増えていくわけよ。ちゃんとフォローありましたよね。 098TV、 なぜ沖縄でラジオがこういう人気なのかっていうことを、この番組、人気の番組のこう裏方のスタッフの方々、手掛けてるスタッフの方々にもお話を聞いてきたので、はい、ぜひご覧ください。インターネットの普及でテレビ外にも様々な媒体がある中、なぜ沖縄ではここまでラジオが浸透しているのか。沖縄で人気のラジオ番組を裏で支えるスタッフの方から話を伺った。まずはティーサージパラダイスを立ち上げたディレクター前川秀幸氏。やっぱり民謡がこう大きな要素じゃないかと思ってますけどね、あの民謡はどうしてもその年配のおじいちゃんとかおばあちゃんとか聞きますよね、はい、大体必ずその家庭にこうラジオがあるっていう環境があって、はい、だから本当に比べるとかなりそのラジオに親しんでいる、親しむ時間というか、子供の頃から養われているはずなんですよ、そういう習慣というか、ラジオに対する親しみがですね、多分他の県よりは あると思いますので、まあ、それがラジオに対するその簡単にこう入っていけるという、そういう要素が出るんじゃないかと思って、だから民謡が持っているというのは非常に大事じゃないか、沖縄がそのラジオに聞かれているというのは大きな一つの要素じゃないかなと僕は思ってますけどね、はい。続いてお話を伺ったのは、レディオダブの立ち上げ当時のディレクター西向井光三氏。西向井氏はパーソナリティとして放送文化に貢献した優秀な番組や個人などに贈られるギャラクシー賞を受賞している沖縄ラジオ界の第一人者である。
やっぱり車社会っていうのがすごく大きいんですよね。あの移動がどうしても車で、その間にラジオを聞いてくれてるとか、あとあの小さい事務所だったらラジオを聞く機会が多いので、あの若い時は聞かなかったけど営業車乗って初めて聞くようになりましたとか、事務所で聞くようになりましたとか、そういう声も本当にあるんですよね。うん、だからそういった意味ではあの他県に比べて、非常にラジオが元気なのは確かですね。特にまた沖縄、沖縄の人好きでしょ。そうですね。ね、沖縄大好きで、うちなんちが大好きで、だからあのいわゆる東京や大阪のキーが作るような番組よりもやっぱりもっと、ま、身近なうちな大和口を使って喋ってくれる沖縄のラジオっていうのにすごくこう近いっすよね。それはとても感じます。それっていうのは他のマスメディアの媒体ではなかなかこう出せない良さですか。やっぱりね、あの自分ラジオの制作やってて思うことは、音声ってやっぱり限られてるじゃないですか。だから表現も限られていて、うん、でも逆を言うと限られてるから無限なんですよね。音だけでいくらでも想像ができるので、いくらでも物が作れるので、でそれ何が一番いいかって言ったら予算がかからない。ちゃんとしたアイディアがあって、それを伝えられる表現できる DJ パーソナリティがいれば、もう別にそこは海外かもしれないし、はい、宇宙かもしれないし、自分の心の中かもしれないし、音だけだからいくらでも表現できるんだよね、アイディア次第で、うん、どうにでもなりますから、そこはすごくラジオの面白いところですね。すげえ、うん、とっても楽しいです。身近な存在であることと音だけで無限に楽しめることが沖縄の人たちの心を引きつけるのであろう。最後に沖縄のラジオに携わる人たちにこれからのラジオについて聞いてみた。ラジオはですね、実は昔からあの社用産業と言われてて、うん、だんだんこう衰退していくという企業だって言われてたんですけど、うん、まあ、ところがどっかへあの沖縄で見られるようにですね、うん、まだ頑張って非常に元気があって、うん、まあ、これはやっぱり何かというと優しいメディアだと思うんですよ、うん、他のメディアと比べてですね。でもそれは1対1っていうか結局は人対人になりますので、うんうんうん、だからラジオを聞くことによってその一人でいてもこうパーソナリティが話しかけてきて、友達がそばにいるような形で、そういうのがこう味わえるっていうか、人を大事にする優しいメディアある限りは多分まだ十分やっていけるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、実際今あの例えば若い人のラジオ離れっていうのはずっと言われてるんですけれども、逆を言えば、うん、全くラジオを知らないマーケットがここにあるんです。いっぱいまだいくらでも、まだいくらでもいける、いくらでも、だってまだまだラジオに触れてない人たちが、若い人たちがこれだけいるって思えば、逆にこの子たちに聞いてもらえることができたら、もっともっとラジオってすごく元気になれるなと思っていて、であと特に最近のそのツイッター以降の SNS との親和性がすごく高いと、あともちろん動画も含めて、うん、今誰でも手軽に動画ができるような状況になっているので、まあ、あのユーストリーミングとか、もそうですし、うん、まあ、YouTube なんかの存在もそうですけど、うん、まあ、そういう映像とラジオの新しいことがもっともっとできるんだろうなって思ってるから、本当にあのアイディア次第ではいくらでも楽しいことができるなとは思ってます。あのいろいろ今はネットでね、うん、あの必ずしも電波が届かないところでも世界各国からポッドキャストっていうシステムを使って聞けるので、より一層沖縄っぽいことがいいんじゃないかなって思うわけ。全世界で聞けるからといって、例えばアメリカンな喋り方とかさ、英語を多用してとかさ、ちょっとおしゃれな感じとかではなくて、逆ね、うちな口をもっと使っての方が世界からは沖縄を聞きたいという人にマッチするんじゃないかなと思うから、ラジオ沖縄さんの社税がローカルに徹底をなんですよ。やっぱ結局それなのかなって思いますけどね。ズバリまーちゃんにとってラジオ、これからのラジオの可能性、質問難しい。だいたいインタビューでそういうこと聞くでしょ。ない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 。よかった、安心した。ラジオの可能性って何だ、どういうところにあると思いますか。うん、今ほらローカル市町村に、はいはい、やっぱりコミュニティ FM って出てきてるじゃないですか。ありますね。で、あれで今見直しをされてるのが、改めてその災害がね、うん、起こった時に対するその情報の発信届け方、うんうん、
でそこではラジオっていうものを大きな役割を果たすんだってことで、各地域が自治体が積極的に今取り組みしてますよね。グッドアイデアですよ本当に。だからそれだけ身近であるっていうのが全てのキーワードになってくるのかなって気がするけどね。やっぱりあの沖縄から世界みたいな、ね、考え方を持ってますね、私は。確かにアプリでも、ポッドキャストっていう媒体でも、あのラジオの電波が届かなくても聞けるようになってるんですよ、はい、僕もラジオじゃなくてもアプリなんですよ。アプリで、アプリケーションズ、アメリカのラジオステーションから聞いてて、沖縄のこのなんかね、そういうチャンプルー番組、But information from 沖縄、mixed with そういう沖縄のフレーバー、うちなうちとかね、そういう番組が一番大事だと思います。ミックスされたのも、沖縄の人たちにとってはリアルでもあるし、うちなぐちもリアルであるし、そのオリジナリティをどんどん出せばいいんじゃないっていうことだと思うんですけど、でもやっぱりね、うちなぐちだけはやっぱりずっと使っていってほしいなっていうのは、これ大事ですよ。アイデンティティですからね、うちなんちがどうかもって泣いちゃうにしても、うちなんちうちなんちだから、だからそのアイデンティティだけはちゃんと持っていって、で共通語使うときは共通語使っても全然 OK だけど、うちなぐちを忘れていくっていうのはちょっと寂しい、すごい寂しいですね。なんかね、あさとさんがうちな口でこう挨拶するのとか聞いてみたいなと思う。うちな口で、ハイタイグスヨ中華なぎら、あさとやりんとかってそういう風にやってほしいなと思う。ハイサイグスヨチューしてください。笑いすぎ、つぼってるつぼってる。 098TV ラジオっていうね、テーマで今日お届けしたんですけども、ラジオやりたくなりましたね。やろう、ね、楽しいですよ、やっぱり。098レディオ。マジですか。みんなドン引きしてます。また仕事が増えた。また仕事増えた。で、取材してきたティーサージパラダイスも、ラジオダブも、こう、マッチャーして、ね、You'll be fine、ね、一緒になって、情報発信できたら、素敵じゃないですか、ね、で沖縄がどっかのコピーするんじゃなくて、沖縄から世界に発信して、世界が沖縄をコピーするようなこう強いものを作れたら、ね、人材はすごいいっぱいいると思うんで、めちゃくちゃいっぱいいるのに。そうじゃなかったら育てましょうよ、ね、おね、かっこいい。その前に育てよ。じゃんじゃん。NEXTOn 098TV 今、若者や観光客でにぎわう新しいナイトスポット、大衆酒場。人々はなぜそこに集うのか。沖縄大衆酒場にフォーカス。